誰にも追いかけられず自由でいられるのは良いのだが。あ、魚王子だ。なぜ砂漠に魚が現れたのかと不思議に思っていましたが、どうやら魚王子のことだったようですね。何やら見覚えのある者たちが現れたな。むむ、しかし見かけぬ顔もあるではないか。私のことでしょうか。お主は何者じゃ。名を名乗れ。はじめまして、王子様。私はアリーと申します。うむ、余は魚王子である。苦しゅうない。いや、余は苦しんでおる。なぜここはこんなにも暑いのじゃ。暑いのは砂漠だからじゃないかな。そんなことわかっておる。なぜ余はいつの間にかこんなところにいるのかということじゃ。飛ばされた場所は人によってまちまちなようでしたから、そればかりは運が悪かったとしか。それだけではない。余がこんなにも暑がっているのに冷たい水を出したりして余を気遣わぬのか。暑いのはわかるけど、そんなわがまま言われてもな。冷たい水なんて持ってきていませんし。水がないならジュースを出せばよかろう。王子である世に飲み物一つ出さぬとはなんと無礼だ。無礼者は世が成敗してくれよ。一方的にわがままを聞かされた上、成敗されてしまってはたまったものではありません。成敗？よくわかりませんが、つまりは不要勝負で愛し合うのですね。それでは僭越ながらこの私めがお相手を務めさせていただきましょう。え？アリーが聞いたことのない言葉を喋った。いえ、丁寧に喋っただけかと思われます。それにしてもスラスラとした言葉遣いでしたが。ふむ、王子に対する礼儀をわきまえておるではないか。しかし、だからといって手は抜かぬぞ。まこと恐縮至極に存じます。どうぞお手柔らかにお相手くださいませ。給食すごくやっぱり何を言っているのかよくわからないけど、とにかく二人でぷよ勝負するってことだよね。ここでぷよ勝負ですか。すこぶるとっても日差しが強いので、太陽の力的なものが影響するかもしれませんが。それなら太陽のように熱い愛で勝負します。では行くぞ。さあ愛し合いましょう。楽しく愛し合いました。たとえ相手が魚でも、アリーの愛に変わりはないのですね。お主なかなかやるではないか。いえ、王子のお手並みには遠く及びません。王子はまことにぷよ勝負が達者でございます。そしてやっぱり王子には丁寧に喋るんだね。それにしてもなんという暑さじゃ。こんなところでぷよ勝負を挑まれて世はヘトヘトじゃ。勝負を挑んできたのは魚王子の方じゃなかったっけ。
そんな細かいことなどどうでもよい。今すぐどこかで涼まなければ干物になってしまうかもしれぬほどじゃ。それでしたらブルー王にお出ましになられてはいかがでしょうか。ブルー王はとても涼しいお日柄のようですし。そのようなところがあったとは。決めたぞ、そのブルー王とやらに行ってみるとしよう。え、ブルー王？確かにここより涼しいかもしれませんが、行くのはやめた方がいいような気がします。世を止めても無駄じゃ。誰にも世の自由を奪うことなどできぬ。はっはっは、皆の者さらばじゃ。行っちゃったね。果たしてあの生魚の姿でブルー王の寒さに耐えられるのでしょうか。王子のことは少し気になるけど、ここでの用事は済んだみたいだね。ひとまず村に戻ろう。さて、話に聞いたピンク色の冷凍魚についてですが、私の予想ではあのわがまま王子のことではないかしら。だとすれば、もしかするとこの寒さに耐えられず、マグロくんと同じように冷凍に。僕が凍っていたのは前髪だけだけどね。たとえ冷凍になっていたとしても、リンゴさんたちが止めるのを聞かなかったのですから、自業自得ですわ。無礼者、世が自業自得などと。あ、また魚王子だ。やっぱりあなたでしたのね。ヘクション。なんという寒さじゃ。誰か世を優しく抱きしめて温めるのじゃ。言う人によってはなかなか変態な発言ですわね。人の姿でないからか、まだなんとか許せる範囲のように思われますが、世がぶよも凍る寒さに凍えているというのに、なんと冷たい態度なのじゃ。ぶよも凍る、ビビッときた。温まりたいならいい方法がありますよ。マグロくんの時と同じようにブヨ勝負で温まればいいのではないでしょうか。おう、それはもしかすると名案かもしれぬ。そして今回のブヨも凍るブヨ勝負は、マグロくんがお相手を務めてあげてはいかがでしょう。なんで僕なのかな。ズバリ冷凍されかけた魚対決です。そんな気はしてたから、特に突っ込まずにすんなり引き受けるよ。誰が相手でも世は構わぬ。世がほかほかに温まるまでしっかりと相手を務めるがよいぞ。それでは何はともあれ、レッツぷよ勝負じゃ。なかなかの勝負だったね。お見事でした、マグロくん。さて、王子の方は温まったでしょうか。もう多少体を動かしても寒いものは寒いのじゃ。あんまり温まっていないみたい。リンゴちゃん、それならあれをあげてもいいんじゃないかな。あれというと、ここまで大切にしてきた
あれのことですか？大切にしてたんだ。まああるとないとでは大違いですし。けどだんだん効き目も弱くなってきたんじゃない？そのうち捨てるものだし、あげちゃってもいいんじゃないかな。そうですね、正直捨てるタイミングを逃していただけですし、そろそろ捨てようかとは思っていましたが、古くなったものを押し付けるのはどうかと思ったりもして。一体何の話じゃ？いえ、カイロなら持ち歩いていたので、これを差し上げようかという話をしていたところです。すでにぬるくなっているが、それなりには温まる。なんとかここから動けるくらいには温まったようじゃ。余はここより暖かいところに移るぞ。暖かいところですか？それならレッティ。いいえ、待ってください。レッティでは暖かいというより。そうと決まれば立ち話などしてはおれぬ。それでは皆の者、さらばじゃ。行っちゃったね。魚王子が向かったのってやっぱりレッティなのかな。ですがレッティも暖かいので問題ないような気もします。まあ何はともあれ、これで依頼は完了ですね。くんくん、これは何やら焼き魚的な匂いがしてきたような。ガウ、なんだか匂いが強くなってきたかも。あちちちちち、炎が吹き出すとはなんという場所じゃ。干物を通り越して焼き魚になるところであった。あ、またまた魚王子だ。お主たちはなぜ世にこんなところへ行くよう勧めたのじゃ。 いえ、今回もお勧めするどころか止めようとしたのですが。ジュルリ、なんじゃ今の音は。あなたからそこはかとなくおいしそう、いい香りがしているようですね。今一体何を言い直したのじゃ。普段好むのは煮魚ながら、焼き魚に惹かれる思いもある私。ぐう、そんな話を聞いていると私もなんだかお腹が空いてきたかも。一口かじらせてちょうだい。どうしてかわからぬが、いつの間にやら魚人生最大のピンチが訪れたかもしれぬ。ピンチと思いきや、これはチャンスかも。これは幽霊になれるチャンスかもしれないよ。幽霊になればどこにだって自由に生き放題。幽霊じゃなくて骨かも。で、キニャー、どさくさに紛れて幽霊を増やそうとしないでください。もう自由は欲しいが、幽霊や骨になるのはごめんじゃ。この場を鎮めるためにもぶよ勝負じゃ。無念じゃ。お腹が空きすぎて待ちきれないよ。食欲に身を任せる。
それもまた一つの愛。それでは魚王子をどうしよう。調理法。誰かよよ、助けてくれるものはおらぬのか。みんな、お腹が空いたなら甘いお菓子があるよ。わーい、お菓子だ。ぷよ勝負で頭を使った後は糖分が必要だ。糖分があれば糖分平気だね。これで王子も一安心ですね。レムです、お主、なぜもっと早く世を助けぬのじゃ。お主もずっと一緒にいたであろう。王子が助けを求めたからお助けしただけですよ。王子はお一人で自由を満喫していたようでしたから。確かにここでは自由ではあったが、このように過酷では身が持たぬ。レムレス、世を元の世界に戻すのじゃ。それは今はちょっとどうにもできない頼みですね。でも僕たちも元の世界に帰る方法を探しているんです。だから一緒に来たらいいんじゃないかな。みんなをまとめているアルルがよければだけど。まとめてるってほどでもないけど、僕は別にいいよ。そうか、ならばよかろう。よもお主たちと共に旅をすることとしよう。ここまでいろいろと無駄なドタバタがあったような気がするけど、これにて一件落着じゃ。では皆の者ついてまいれ。って勝手に行っちゃった。あらら、